株式会社東芝放送システム技術担当の三越と申します。今回の東芝ブースでは新テレビマスターシステムとしまして、4つのコンセプトをもとにラインナップを一新した設備を、展示しております。1つ目のコンセプトは、スマートチェックテクノロジーといいまして、運用者監視者に優しいアプリケーションを提供するというものになっております。2つ目が、リアルタイム&コントロール&セーフティーというところで、これまでアークネットをベースとしていた制御ネットワークをイーサネットで構築しているというところを特徴としております。3つ目のコンセプトとしまして、フレキシブルアーキテクチャ、こちらの方はシステム全体のフレキシブル性ももちろんですけれども、一つ一つのアプリケーションのフレキシブル性も追求しております。で、4つ目のコンセプトといたしまして、グリーンテクノロジー、こちらの方はいろんな機器を今回ラインナップとして一新しましたので、ハードウェア系で言いますと消費電力は 30% で、システム全体のスペースで言っても 30% のスペース省スペース化を実現しております。東芝としましては、こういったテレビマスターシステムというのをこれから先全国のお客様の方に展開していきたいと考えております。